ウラジーミル・スーズダリ大公国は、ルーシュの公国の一つ。12世紀後半以後は大公国。現在のスーズダリ・モスクワなどを含む地域で、当時の辺境地であった北東ルーシュに位置した。主婦はウラジーミル。1054年、キエフ大公やロズラフ一世の死に際して、大公国領が存命の息子たちに分配され、第四子フセボロド一世は、 南方のペレヤスラブリに加えて、コトロストフ島を含むボルガ上流域の北東流氏を獲得した。1九9 7年、リューベチ諸公会議により、諸公の勢力権の現状維持が決議され、上記諸領は、フセボロド一世の長子ウラジーミルモノマフ一門の世襲領となる。モノマフの死後、北東流氏は、彼の子ユーリードルゴルーキーが領して、スーズダリオととし、 キエフ大公位争奪戦にも積極的に介入した。ユーリーの子アンドレイ・ボゴリブスキーは、東、スーズダリから、クリア島下半の新行都市ウラジーミルに移転して、大公を称し、これによってこの両国は、ウラジーミル・スーズダリ大公国と呼ばれるようになった。アンドレイの異母帝フセボロド三世は大公国の権力強化に専念し、1195年には、ルーシ諸公から公式に、 ウラジーミル大公として認められたのである。ちなみに、ボロディンのオペラ、イーゴリ公として有名なイーゴリ遠征物語の主人公、イーゴリ公のモデルイーホールスブヤトスラービチが活躍したのはフセボロド三世の時代である。これは、イーゴリ公とその二番目の妻やロスラブナの愛と嘆きがオペラにされていることで有名である。 諸侯の構想が頻繁な対抗交代を招き権威を低下させるキエフに対し、ユーリーとアンドレー、フセボロド三世の時代に、北東ルーシは大きく発展し、キエフを含む南ルーシをしのぐようになった。1212 12年、フセボロド三世は死去死去のユーリー二世が後継した。1238年、モンゴル帝国のバトを総司令官としたヨーロッパ、遠征軍が侵攻してきた。 ユーリー二世は、諸公の兵力をかき集めるために、ウラジーミル大公国の首都ウラジーミルを出てロストフ、およびヤロスラブリを回り、兵を集めた。ウラジーミルの町については、フセボロドやムスチスラフラ息子に託した。しかしバトゥは、首都ウラジーミルを攻撃して、道地を占領し、ユーリー二世の一族はほとんど殺されてしまった。それを知った、ユーリー二世は、愕然とした。 同年3月に北部の七川下畔でモンゴル軍はユーリーの軍に突撃してこれを殲滅しユーリー2世も壮烈な戦死を遂げた。ユーリー2世の死後、太閤の位は弟のヤロスラフ2世が継ぎ彼はモンゴル帝国に侵入することでウラジーミル公国の存続を図った。これによりウラジーミル大公国では以後ジョチュールスの支配のもとで タタールの首輝と呼ばれる時代を迎える。ヤロスラフ2世の子、アレクサンドル・ネフスキーは治癒に優れた名称であり、ジョチウルスから作法を受け、真珠を誓う一方で、スウェーデン軍やドイツ騎士団を破って、対抗国の権力、権威を拡大した。1263年、アレクサンドルが病死するとその弟に当たる、ヤロスラフ3世が継いだ。ヤロスラフ3世は、 兄の意志を継いで布告強兵に励み、ウラジーミル対抗国は大いに発展した。1271年、ヤロスラフ3世が死んで、弟のバーシリーが後を継いだが、1276年に死死なくして没し、大公の位はアレクサンドルの系統に受け継がれることになった。当初はアレクサンドルの息子、ドミトリー・アレクサンドロビッチとアンドレイ・アレクサンドロビッチが争い、 その後も争いが長く続く中で、アレクサンドルの伐主である、モスクワ公、ダニール・アレクサンドロビチの血筋が主にモンゴルの藩から、大公に認じられるようになっていく。そしてダニール公の息子ユーリー三世とイマン一世の時代に、モスクワ大公国は、ロシア諸公の中でも強情を誇る大国となったので、ある。ウラジーミル大公の位は、モスクワ大公の位に兼任されることになったと、 考えていいかもしれない。ありがとうございます。